<Hello? S 2> 皆様おはようございます。こんにちは。そして！もしかしたらこんばんは。かもしれませんね。オンラインでご参加いただいた方にはまこんばんは。こんにちはかもしれません。ま、これだけ多くの方々にこのセッションにお集まりいただきまして、本当に嬉しく思います。あと、もう少しで開始をいたします。まだスピーカーが1人。 今こちらに向かっていらっしゃるということで待っていますがアンドリアットさんどうでしょうもう始めてもゆっくり始めてもよろしいでしょうかということで皆様こんにちは私はホフン・ホフンアジオンと申しますスイスの政府で働いておりますエステル・ヒューセンです。そして今回ののセッションの モデレータータをアンンエエット・エステ・フイセンさんとと一緒に務めたいと思い思ますす私はジョルゲ・カンシオですグローバルデジタルコンパクトというのがこのセッションのテーマで本セッションの主催者はマルチ・ステークホルダー・アドバイザリー・グループ IGF のですねとそしてこのセッションのタイトルは GDC とそれ以降マルチ・ステークホルダー的な視点というものです。で まさにマルチステークホルダーのパネルをご用意いたしました。ポール・ウィルソン。彼は APNIC のテクニカルコミュニティ代表で、もう今向かってますね。あ、見えました。ポールさん、こんにちは。もっと早く入ってください。<laughs> あのスイスと言いますか日本も当然ですけれども、おのあの時間あの。 厳守ですみませんスタートしてしまいました申し訳ないそれからバレリア・ベタン・クォートさん彼女はアソシエーション・フォー・プログレッシブ・コミュニケーションの代表で市民社会代表ですグルラックラテンアメリカおよびカリブ海諸国グループの方ですそれからラオル・エッチェベリーさんプライベートセクター民間セクターの方で同じくグルラックですそれからコンスタンス・デ・ルースさん彼は オオンンライでで参加しますすビデプロジェクトリバティ・インスティュート・アカデミアの方でウ i オグ西ヨーロッパおよびその他の諸国グループの国ですそれからビタンゲヌデモチューベルギーケニア大使もご参加くださいました。まあ、彼は 2011年のナイロビで開かれた素晴らしい IGF 総会に深く関わっていらっしゃいましたそして当然ながらアマンディープ・ギルさん国連事務次長それから国連事務総長テクノロジー特使ですインドの方ですでは紹介は以上にいたしましてこのセッションはできるだけインタラクティブなセッションにしたいと思っています。 で大体大まかにですけれども3つのセグメントに分けました1つ目がプロセスつまりグローバルデジタルコンプクトに向けたプロセスについての討議です我々はまさにこのプロセスの真っ只中にいますがしかしまだまだ そのの成果物に到達すするままでは道のりが長いいと思いますそれから2つ目のセグメントはコンテンツですつまりグローバルデジタルコンテンツの中身どのような内容にするかとこのとても重要な文書の中身をどうするかということです。そして3つ目が その後ですつまり GDC が採択された後どのようなフォローアップそしてリビューを行うかということが3つ目のテーマです。で各セグメントごとに短いステートメントできれば2分とどめてくださいパネリストから2分ずつの短いステートメントをいただいた後でその後一般の方々に参加をいただきます。でそれを各3つ セグメントごとに繰り返してそしてその最後に1分ずつ各パネリストのまとめをいただきますということでどうぞアンリエットさんありがとうございます私の方からは紹介としては復元することありませんけれども GDC というのはまグローバルデジタルコンパクトというのは何も我々にとって新しいテーマではないのですが 多くの討議がもうそれについてはされてますしそしてそれがインターネットガバナンスフォーラムの将来についてどういうことを意味するのかの討議もありますしそれからその方向性についての懸念もありますがただやはり前向きに見れば我々がこのプロセスについて喜ばなければいけないことはこれによってこのコミュニティがのガバナンスができたそして IGF が自からの世界での立ち位置を知ることができたそして IGF の方向性についても知ることができ また、インターネットガバナンスフォロあののコミュニティというのはどうしても内向きになりがちなんですが、それによってエンゲージメントができました。で、gdec と。それから未来のサミットというプロセスによって、このコミュニティがには世界にもより大きな問題点などを。 実は取り扱ったり大きなコミュニティがあってでもそれが我々と関係があるんだということが分かったわけですまた我々はインターネットガバナンスフォーラムの中でそれもナショナルリジョナルな IGF のいろいろな取り組みで行ってきた活動というのをそれを知らなかった人々に知らせる効果もありましたですからそういった意味でこのコミュニティがまさに必要だったことなんだと思います我々にはま対するまあ覚醒効果があったそして自らを振り返りそしてレビューする 効果を与えたんですですからこのプロセスをさらに前向きに進めてそして明確化してそしてこのプロセスが実際どのように今までこの分野で行われてきた作業を強化しそして広めることができるかということを討議していきたいと思います。ということであの反対側からいきますと今プロセスの話があって、まあ、各パネリストから2分ずつ話をいただくんですが順番後で変えますけれどもポールさんまず冒頭発言をください。 ありがとうございます。エンリエットさん、あ、そしてあの司会の方、申し訳ないです。あのちょっと遅れまして失礼いたしました。私から申し上げたいことは、ガバナ各国政府が GDC の交渉に入る中で、まあやはり重要なのはインターネットは当たり前と思わないことです。つまり安定性、そしてアベラビリティ、それから効率性、そして拡張性。 ななどなどインターネットに内放されているもの私はテクニカルコミュニティの代表ですからインターネットを一つの層として考えているんですこのインターネットには他の全てが依存している一つの根底にある層ですレイヤーですでもほとんど透明でですから当たり前だと思ってしまうことが多いんですただ GDC を 横に置いてあるいはプロセスがマルチステークホルダーかあるいはマルチラタラル多角間であるあるいはその習慣であろうとインターネットが今後反映し続けられるまあ今の今の インターネットそれからテクニック・コミュニティが反映し続けられるのはやはり今後継続して全てのステークホルダーが協力することが肝要ですそのためにはインターネットの重要な性格あるいは特性というのが今リスクにさらされていてあるいは将来分断化あるいは損なわれるかもしれないという危機があります。マルルチスステーークホルダーインンターネットガバナンスというのははこれは S ウ s ススが2005年に発明したものではなくて実はインターネットガバナンスのワーキンググループが発見したものですつまりインターネットガバナンスのマルチステークホルダーの特性というのが鍵であると今でもインターネットの成功の鍵であるという発明発見がそこにあったわけですですから GDC も成功するためにはやはりマルチステークホルダーの協力を認めなきゃいけないもう今まで長年協力をしてきました特にこの20年間 あの本当に顕微鏡にさらされるように精査されている間の間もです。で、やはり協力ありとあらゆる協力、まあグローバルな協力というのは無償ではありません。必ず大変な作業が全ての関係者に必要です。そしてコストリーですし、それから非常にチャレンジングですし、でも脆いです。ですから、かやはりこのプロセスをまあ表彰するということ、そして でサポート支援も必要ですでそれが GDC の狙いだと思っていますで特にインターネット関連のあの目標に関連するところではと思っていますエタンゲさんビタンゲさんビタンゲ大使ありがとうございますまあこれはとてもいいタイミング ですね、皆様ほとんどの方はもうお気づきだと思うんですけれどもインターネットは我々の生活にとってまさに鍵となっていますコロナを経てコロナ中我々は零細企業などと協力してプラットフォームを活用して 事業活動を継続することができましたですからこれはとても重要なスペースです GDC はまさに適切なタイミングで開発されていると思います各国政府に対して規制法規制方向性を決めるという意味では人々は今新しいテクノロジーを導入するのに本当に役になってますけれどもマルチステークホルダーを通していろんな協議をすることで最高の 法規制を特に AI に対して適用していきたいと思いますそれから標準世界中の標準基準作りというのも重要になります多くの方が多くていますイノベーションそれ若い方々がデジタル化を使ってイノベーションしてますそして生産性も高まっています我々はまあ、対話のためのスペースを作ることでこういったことが全て 我々の歩みとともに並行して起こることを担保することが必要です。<ー>ありがとうございます。ローサお願いいたします。まず我々は実際に国連総長のアジェンダの中心にこのようなディスカッションがあるということを嬉しく思いますし、こちらのトピックは。 我々がディスカッションしているこの内容というものがまさに国際的な議題のトップの中に入っているということになりますそしてハイレベルのデジタル協力に関しますパネルが行われていますがこういったことも大変素晴らしいニュースだと思いますプロセスに関しましてはグローバルデジタルコンパクトのプロセスを見ますと我々はさらにより良く 貢献ができると思いますこれはもちろんグローバルなまた包摂的なプロセスというものの複雑性を表していると思いますが世界というのは広くてそして多様性も高いということを反映していると思います。我々はもう少しコンサルテーションができると思いますしまたパートナーシップもそうですより多くの人を関与させることができると思います。全ては無理かもももししれれませんけれどもただもう少し コンサルテーションに関しましてリージョンレベルで多くの人々を関与させるべきだと思いますコミュニティの多くの民間セクターの方々中小企業だとかまた民間セクターの協会がこういったコンサルテーションに十分には関与できてないと思いますモンテネイロビューイと2週間前にグローバルサミットでお会いしたんですけれどもこれは議員の間の会合だったんですが グルーバルデジタルコンプラントに関しましても言及がありましたでも多くの方々はこのような取り組みに関しまして認識してなかったという現状でしたこれをどのように解決すればいいのか分かりませんがそのプロセスに関しましてはもう少し貢献ができたのではないかと思いますそれから最後に民間部門に関しては大変多様なええ コミュニティでもありますのでその関心だとかサイズも違いますしとにかく多様性があるそうした地域も違うということで全員を感染させるのは難しいと思いますがただ改善する必要があると思います。 バレリアアささんんいいかかががでしょううンドリアツさんありがとうございますこの機会を利用いたしましていくつか問題に関しましてお話をしたいと思います。特に市民社会、私が関与しております市民社会からの視点でプロセスに関しましてお話をしたいと思います。グローバルデジタルコンタクト、この目標というものはマルチステークホルダーアプローチというものを協力し強,化し強化しようということなんですけれども、これはもともと原則として WSIS が マルチステークホルダーの参加というものに関しましてもマルチラテラルであってマチルステークホルダーのグローバルデジタルコンパクトに関しましてもその原則というものを利用するべきだということです。そしてまあいろんな形で グローババルルデジタルガバナンスに関しまししまてて今実行しているわけですかトレンドに関しましても例えば情報の共有がタイムルには行われてませんし市民社会が意味のある形で参加するためにはより明瞭なプロセスに関しましての理解も必要になりますしまたどのようなフォーマットでどのような跡かも求まれるのかそしてどのようなインプットをリジョンまたグローバルのコンサルテーションから期待をしているのかということに関しましても不明瞭で あるということがあると思います人類そしてこの惑星というのは社会経済的な影響を受けていますコロナもそうですしそれ以外にも不平等だとか不正義というものも生まれていますそして危機というものが生まれているわけですそのような緊急事態にありますそこでグローバルデジタルコンタクトコンパクトに関しまして期待としましてはそこで既存の今現在のプロセスというものにつながりを持たせるということそして我々の 急激に変化しつつある文脈に対応する必要がありますしまたそのパブリックポリシーに関しましてもそうですそしてデジタルとノンデジタルとその違いというところも今不明瞭になってきておりますそのような世界において現実最もそのデジタルから影響を受ける方々の声を反映させる必要があります。そして 興味に基,基づきます利害に基づきますようなディスカッション様々な関与が必要になりますそして WSIS プラスでのレビューが行われておりますえこちらも主には政府が参加者になっていますまた政府間の会合も行われていますまたこちらはあらゆるステークホルダーの 準備段階での交渉段階に関与しているすなわちその法説というものは規範であってそれを今後も維持していく必要がありますありがとうございますアマンディさんどうでしょうかえいつもはい、アマンディさんの方には発言を期待しておりますけれどもありがとうございますワレリアさんがうまくご説明いただきましたけれども ノンデジタルのチャレンジというものですねデジタル以外のその課題ですで、GDC というのは独立のプロセスだとまたは添加物ではないということであってこちらは未来サミットのハイウェイであると様々なトラックが今実行されておりますで、緊急のデジタル以外の課題というものがあります様々な危機というものがありますし財務的なアーキテクチャもそうですし SDGs の進捗に関しましても そして新しい枠組み平和のための新しい枠組みを設けるということも重要になっております GDC はそういった大きな全体像として考える必要があります私たちの共通の課題に関しますレポートの中に12の重要項目というものが記載されておりますけれどもその中で国際社会が 協力をしてこのような問題に対応する必要があるわけですそして2つ目に今現在プロセスの第1段階にありますすなわちコンンサルテーーションフェーズになります時間も十分ではありませんしリソースも不足しているということで私自身も予算も限られています、まあ、チ,チームも小さい人材も十分ではないということでもちろんその限られた人材の中でできることをやっていると7,000以上のその 団体というもの8つのテーマに関しましてのディープダイブのディスカッションも行っておりますしまたニューヨークジネーブでもそしてラテンアメリカアフリカでのコンサルテーションも行っていますアジアもそうですこれは今後も続いてまいりますで今週末になりますがまたコンサルテーションを韓国で行いますソウルで行います AP 向けですアジア太平洋地域向けですなのでできるだけ包摂的で開放されたコンサルテーションのプロセスそしてさまざまな声に耳を傾 買って向けましてこののよううなコンンサルテーションというものを継続してまいりますそして事務総長もおっしゃってますようにこちらのポリシーブリーフでおっしゃってますけれどもグローバルデジタルコンパクトというのはマルチステークオーダーのパラダイムを新しい分野に持ち込む機会でもあるとそして参画というものを強化することができる機会であるとおっしゃっています。 その方法の一つでであるとということですデジタル協力のハイレベルパネルがありますが私の昔教師がそのプログラムに関しまして学んだことがありますがこのエコシステムは次のレベルまで改善するためにはこのような取り組みというものは今 エコシステムというものを次のレベルに持っていく必要がありますアジ,アジリティダイ,ナミダイナミズムそして責任責任性ということです。でこういったものが背後にありまして GDC というものが行われているわけでそしてプログラム情報というものを次のレベルに押し上げるということです。なので場合によってはこういった新しい取り組みに関しましての抵抗というのはあるかもしれませんが次の段階に向けまして。 このようなプロセスを進めていく必要がありますで,できるだけ皆さんも注目いただきまして会合に参加いただきたいと思いますそしてアリスババでもコンサルテーションを行いまして今回の IGF をもにネゴシエーションフェーズに入っていきますルワンダの大使もご参加いただいておりますこのような積極的なエンゲージメントに感謝申し上げます アマンディさんありがとうございます。また皆様ありがとうございました。ほとんどの方々が時間を守っていただきました。そして、えー、コンスタンツで・デ、えー・ローズローズさんはあこちらの会場にはいらっしゃいませんけれども、えー、この後オーディエンス会場の方々からお声を聞きたいと思います。 のセッションに関しましてはできるだけ双方間といいますかセッションの最後に質疑応答の時間を求めるのではなくて皆様ともできるだけインタラクティブなセッションにしたいと思っています。でアグネス・バーチューさん会場にいらっしゃいますがバーチュー9手さんですか申し訳ございませんちゃんと発音できておりません交通通信レトワリアの副大臣でいらっしゃいます。 皆さまおはようございますとても興味深く皆様のスピーチを拝聴いたしました我々はやはりインターネットの未来について似たような目標を持っていると思いますユーロディッグステークホルダーコミュニティを代表していますこのコミュニティは国連の事務総長のプロセスデジタルコーポレーションのプロセス中ずっと関与してきました今この交渉 つまりグローバルデジタルコンパクトの国連における最終段階の交渉において重要なのは、やはりマウジステイクークホルダーの貢献に対してオープンであり続けることだと思いますで、皆様、パネリストもこれに合意してらっしゃると思います。そして来年行われる未来のサミット以降、IGF は中心的な役割を、このコンパクトの原理原則、そしてコミットメントの実施、そしてオープンで自由で、そして補摂的、石油、そして持続可能なデジタル将来、未来の皆さんのための行動に関与すべきです。 もう日本で IGF が開かれるということで我々はヨーロッパのチャンネルとしてポリシーステークホルダーのインプットを導入したいと思います。ということで皆様ぜひユーロディッグに参加してください。ユーロディッグは来年6月にリトアニアで開催されることになります。来年先ほど話がありましたけれどもこれは本当に第一ステップにすぎません。オーディエンススからそしてパンデリスト から、やはりこのプロセス、そしてこれからのステップについて、皆さん知りたいと思っているんです。ですから、来年もための協議、そして交渉はとても私はあの実りが多いと思います。やはり我々全てが求めて、インターネットの未来のために非常に必要なことだと思います。ありがとうございます。あの時間厳守でありがとうございました。4本ほどマイクがあります。で、igf の伝統。 の元皆様列をなしてあの質問ご意見をいただくことができます。3加4人ぐらいは多分お伺いできると思います。あの3分ずつです。それからあの自己紹介をぜひお願いいたします。はいぜひ。エイシンブルルルマンと申します。バングラデシュのインターガバナンスフォーラムから参りました。我々はグローバルデジタルコンパクト プロセスに最初から関わっていますそしてでにディープダイブにも参加しました u n テックのリーダーシップの下ですね。で我々を関与させていただいてありがとうございます。ただ前回の未来のサミットのための準備会合に市民社会のスペースが設けられていません。ですから。 なん、ああ、市民社会、の、それも国レベルでの声を反映するようなスペースをぜひ設けてください。ありがとうございます。直接的なインプットでしたね。で、ジョーダンコーターさん、どうぞ。はい、堀さん、ありがとうございます。ジョーダンカートです。ドットエーユーで、まあ、アドミュストレーションから来ました。これは個人の、からの立場で話していますが。 あの、先ほどこういったプロセスでイノベーティブであることが重要だというコメントありました。その通りだと思います。マルチステーク、ホルダーインターネット、ガバナンスコミュニティにはかなりえっと恩恵を与えられるものがあると思うんです。けれども。ただコンサルテーションベースでインプットを与えるだけでは十分ではない。つまり、国連のシステムはあの現実システム自体がこの交渉プロセスにどのようなイノベーションを与えられるかということも検討するべきです。単なる協議だけではなくて、アクティブな関与エンゲージメントです。あの国連がマルチラなシステ。 にいろいろと関与しているのでそれは大きな責任かもしれませんけれどもやはりデジタルガバナンスというのはやはりステークホルダーを参加させる彼らの意見を聞くだけではなくて本当の意味で彼らがその部屋にいてそして意思決定に関与するということが重要だと思いますそれにはイノベーションが必要ですもちろん前にもウィ s i s のコンテクトでやっているあるいはそれ以外のコンテクトで必ずしもイノベーションとは言えないかもしれませんですからすべての方々すべての代表特に国家政府の代表の方 皆さんが国連システムでのキープレイヤーとなるので、ぜひ皆さんにお願いしたいのはこのプロセスに自体にイノベーションを取り込んで、そして我々に対してあの相談をするんではなくて我々を関与させる、インヴォルブする、まあそういったような方向転換をしていただきたいと思います。ありがとうございます、ジョードンさん、政府代表としてはい、深く今の点を注記しました。あ皆さんどうぞ恥ずかしがらないでマイクのところに歩み出てください。 どうでしょうオンラインから何か来てますかアンリエットさんが今マルチタスキングをしてらっしゃるんです素晴らしい能力ですね、はい、あのジョーダン・カーターのコメントに全面賛成です私はただちょっと付言するならばでこれはパネルさんの質問ですがあの我々はもしかしたら 2つの全く異なるガバナンスの複雑性を過小評価しているんでしょうかいずれも不完全な部分があるんですそしていずれもかなりの進化改善 マウチラテラルとマウチステークホルダル両方とも改良の余地がありますで、その2つをお互い関与させて相互補完的にしなければいけないんですね今まだなんとなく対立してますけれどもこの2つがでもそうではなくてジョーダンが言っていたようなイノベーションの方向に動いていくことが必要だと思うんですなんかオンラインからコメントはあるでしょうかねネナさんネナノ カンマさんという方が挙手をしてます。あのミュートを解除してください。ネナさん、n e さん、どうぞ。She's still muted. まだミュートがかかっているようです。ネナさん、質問をタイプ入力していただけますかそしたら。 あ聞こえますどうぞネナさんありがとうございますエンリエットさん皆様こんにちはちょっと手短に来ますけれども我々が交渉段階に入るにあたちたがって、まあ、基本は主に政府間であるということは分かっています誰かもおっしゃった通りもちろんこれをそれ以上のものにして欲しいんですがただ私が申し上げたいのは 定期的なアップデートをこの交渉の展開について公表していただきたいということでそれで私たちもがフォローできるようにしてほしいんですねでなぜこんなことを言うかと言いますと私はオンラインで京都に参加していますで、もちろんその交渉の例えばニューヨークで行っている交渉の進展について我々がハッピーだったとしても GDC は のコミュニティの大半の人はニューヨークにもいないしオンライン化もできていないとそれ以外の方法で進展をフォローしなきゃいけないんだということを認識してくださいですから私が言いたいのは交渉の進展中にもサマリンなどを定期的にアップデートしてほしいということですあの国連テックエンボイのサイドでぜひ交渉経過をアップデートしてくださいわかりましたありがとうございます 最初のセグメントの時間終わりましたので次に移りますがあの素晴らしい発言ありがとうございましたホルセさんいいですか一つ手短い質問がフィオナ・アレクサンダーさんから入ってます読みますねどののよううな変化を今後のプロセスには期待ででできるでしょうかいい質問ですねパネリストの方どうでしょうか その答えを次のラウンドのステータメントに入れ込んでもらってもいいですしあるいはあはい、ラオルさんですか、はい、ヨルダンさんがおっしゃっていることはとても重要だと思います。つまり参加と関与についてですね。で それについてはもう何千もコントリビューションがあったし私もそれに参加しましたいくつかの政府が本当に尽力しながら協議を取りまとめました。 でもこのコミュニティの皆さんがこういったセッションとかあるいは競技のフォーマットに単にコメントを入れるだけじゃなくてもっと参加したいと思っていると思いますでフィオナがそれからナナさんがおっしゃった通りやはりとても重要なのはあの未来のサミットでも我々が非政府のステークホルダーとしてこのプロセスに参加する機会を与えられるということですあるいはそれ以上に 2025年のウィッスいずれ2005年のウィッシュスでもまあスタートしたそのプロセスをさらにイノベーションしていくということが重要です何か短いリアクションはありますかはいいくつかいいコメントをいただきました特にそのすでにあるイノベーションのマルチステークローダーのパルティペーションのイノベーションの上にさらに積み上げるという話がありましたこれは聞き入りました つまりマルチラテラルなプロセスとそれからマルチステークホルダーの参加といいますかより深いエンゲージメントをどうやって 連携すするかとということです、まあ、完璧な質問の答えはないですけれども私は歴史的な国際的な学習を専門としていますが完璧な答えはないけれども例えばサイバー犯罪条約の交渉とかあるいは科学業界の条約あるいは交渉などをユネップがまとめてました。それからあの 知識的な兵器システムなどについてこれは非常に難しい分野ですけれども専門家をこういったディスカッションに誘い込む方法というのがいろいろとあると思います。であのコーファシリテーターはここにいてそしてこういった提案全部聞いてますので彼らはですから彼らは加盟各国と協力をしながら できるだけオープンでできるだけ包摂的でできるだけエンゲージングなセッションにしてくれると思います。それからネナーさんの方からブリーフィングという話もありましたけれどもセッション間の各ステークホルダー間の交渉というのももう既に採用されているプロセスです。これれははサイバー犯罪条約の交渉中にに採択さたたプロセスです特に私から追加したい点はぜひ皆様 皆さんが住んでいる加盟各国、あるいは関与している国に参加して、そしてデレゲーションをの人たちを知る。特にニューヨーク、それからジュネーブへの、あの、そのデレゲーションに取り込んでください。で、いろんなアプローチがあると思うんです。魔法のフィックスなどはありません。はい、ありがとうございます。次のディスカッションにつながるコメントだったと思います。 今おっしゃったようにまたコメントもありましたが今このプロセスの真っただ中にあるということでポリシーブリーフも発表されていますし最近シュースペーパーが発行されていますこちらにディープダイブの内容もまとめて提示されておりますコーファシリテーターの視点として GDC ペーパーが発行されておりますこちらは今現在、えー、暫定的な今現在の状態を表したものではありますがこの点に関しましてどのように思われますでしょうかパネリストの方々に質問をいたします GDC において何を含めるべきか何が今現在欠けているのか何かイノベーションを もたらすことはあるのか何か価値を付加することはできるのかこのグローバルの枠組みに関しましてデジタル協力のこのグローバルの今現在の状態に関しましてまずアマンディープさんお願いいたしますまずデジタルの普遍性の問題というのはたくさんあると思いますしたがって8つの問題点 がうまく記載されていますまとめられていますそしてコメンタリーだとかそれから提案というものもその中に入っておりますしどのように調整すればいいのかというようなことデジタル経済だとかまた開発目的のためのデジタルだとかこういったトピックも出てきていますまた AI も今現在の 構造上の問題の中で重要なポイントでもありますしおそらく交渉フェーズが始まる前にまだまだ時間はあると思いますコーファシリテーターの方々とそしてチーム全体でどのように次のフェーズの準備をするのかということを考えることができると思いますこに何かが抜けているということはないと思いますが事務総長のポリシーブリーフを見ますとこれは我々国連システム国連の機関 全て映画の向けにですねこの国連総事務総長というものがこういったポリシーブリーフを出しているわけですがこれは3つのビジョンがありますデジタルデバイドそして SDGs の目的を達成するための取り組みそして人権への保護それからデジタルトラスト だとかセキュリティに関します問題そして3つ目がガバナンスに関します問題ですアジャイルガバナンスだとか責任のあるガバナンスだとかえこういったものが特に AI に関しましても言及されていますしたがって戦略的なレベルにえー、こういったものを持ち上げる必要がありますそしてアクションエリアというのもありましてコーファシリエーターもこういった問題に関しましてうまくう原則があって目的があってそして事例 アクションとしての事例というものに関しましてうまくまとめてもらっています。でもちろん原則に関しましては1つの原則だけではありませんのでまずアクションフレームワークそうしてコミットメントへと原則からもつな、えー、げていく必要があります。そしてそのコミットメントを満たしていく必要があります。そこに価値を追加する必要があると思います。グローバルデジタルコンパクトの価値が付加できるところはそういったところになると思います。ありがとうございます。アマンディープさん。 バレリアさんでは何か追加でありますでしょうかありがとうございますグローバルデジタル協力というのはまさに交差点であって接続性の改善だとか デジタルギャップというものが今現在もありますのでデジタル革命のメリットをより広げていくということそしてまた社会の不平等だとかそれから不正義ということに関しましてそれからまた民主主義に関します課題もあります2030の議題というものを実行するためにそういった側面に面向ける必要がありますで GDC はそれに対して貢献するものになりますコミットメントならアクションが必要であると思います デジタル化のメリットを全ての国全ての人間が享受するということそして包摂的,的で透明性のあるまた責任性のあるデジタルそしてインターネットそれからデジタルポリシーだとかそれから法,法律というものがイノベーションの職場になるようにするそしてパラダイムシフトというものが今起こ,起こっています。デジタルの分断 デジタルの不平等というものがデジタルにつながる人が増えることでさらに増加していますデジ,タルデジタルからの中でまたデジタル革命特にその開発諸国においては分断が見られるわけですインターネットにアクセスすればいいということではありませんこれが複雑な問題であるということこのアクセスのクオリティアフォーダビリティそして平等の参加グローバル体制に対します参加 ルールを設定するそのレジームへの参加も十分ではないということがありますなのでこのパラダイムを変えていく必要がありますそこでギャップを埋めていく必要がありますテクノロジー財務的なリソースがある国々あらゆるそのデジタルテクノロジーというものが国家の繁栄だとかこういったリソースがない国においても 利用,される利用できるるようになる必要がありますそしてデジタル権利もそうです特にグローバルサウスがそうです例えば貿易の規制というものはデータアフローのところにも関係しておりますそしてローカルオートノミーだとかまた呼吸を超えるような協力アルゴリズムそしてソースコードのスクルーティニーを予防するということまた開発途上国の 依存的な状態というものをいつまでも続けないということそしてデー,タデータだとか AI のパワーを誰でも享受できるようにするそして新しい植民地主義に続かないようにするにならないようにする必要があると思いますそして WSAIS に関しましてもこの20年のディスカッションを振り回いましてもこれまで対応できてないその課題に関しまして GDC で 規制そして財務テクノロジーガバナンスこういったものに対しましての課題というものを解決するということそしてデジタルテクノロジーにつながるようなその権利を万人に提供するということそしてこのアプローチというものに関しましては全てこれは人権にも関係しています。 国際的なフェミニストのフレームワークもそうですしそれからグローバルの不平等にも対応する必要がありますそしてデジタルトランジションというものはこれは社会の価値としてまた人間の自由というものをさらに拡大するようなものでなければならないと思いますありがとうございますはいありがとうございました では次にラオールさんどうでしょうかありがとうございます。問題イシュースペーパーが出ています。こちらは最近共有されていますけれども、うん、GDC の中に含めるべきポイントが含まれています。こ,これは 特に IGF のトピックとも重なり合っています IGF の中でのディスカッションというものはそういった意味において GDC のディスカッションにも貢献できると思います GDC からの期待ですが私は特に前向きに共調するべき点というものがあると思いますテクノロジーに関しましてテクノロジーの進化というものは止まりません人類というのは テクノロジーの進化というものを前向きに捉えていますそしてそれを推進するわけですなので希望のメッセージというものを出したいと思いますしイノベーションを加速化するあらゆる国々においてということを期待しておりますそしてテクノロジーがより平等な開発につながるようにまたその 利益というものがあらゆる方々に享受されるようなそしてそのための規制だとかテクノロジーに対します規制のやりすぎというものも避ける必要があると思います。また日本の総理からのメッセージというのはたくさんのインスピレーションがありました。総理がおっっしゃったのは 我々はこの問題を無視することはできないというおっしゃってましたしまた我々はテクノロジーのリスクを緩和しながらその便益というものを共有するようにしなければならないというような言葉があったと思いますそこで GDC がその人類のためにポジティブに貢献できるような機会になればと思いますし テクノロジーのこの進化というものを止めるべきではないと思います。バラコの進化その革新というものが世界の万人のためになるようにするべきだと思います。ありがとうございます。とても重要な考えでした。まあそれこそが我々のこの時代の一番重要なタスクの一つだと思います。そのバランスを探すということで、ウ、えー、タンゲスビタンゲさんどうですか。ビタンゲ大使。はい。 説明のために2つの例を挙げたいと思うんですが2007年にオペレーターの一社が承認を求めていましたデジタル通貨導入今はエンペサと呼ばれているデジタル通貨の導入の許可を求めていました。政府はいいろろな 懸念を持っていたんですけれども、最終的には許可は出してエンベサが実現しました。で、それによって包摂性が高まりました。今後ろを振り返ればですね。で、やはりイノベーションは規制よりも先んじるということの一つの例だと思います。ai についてもやはり。イノベーションをする前に規制。 が実は逆に発生してしててまっているんです私は長年教師をしていましたそして AI の教育におけるアプリケーションを長年見てきましたで我々はプラトの哲学に基づいて全ての人たちがプラトン哲学を暗記しなければいけないかったんです。そして、まあ まあそれが数年前まででの実情でした、まあ、教育にはいろんな問題があって誰もが分かるのは新しいテクノロジーでは新しいテクノロジーが解消できる部分もあると思います。ですから イノベーションを実現させる。そして、目に見える形で実現させるかどうかです。今の教育の状況では、我々はまあ。 例えば、ai についてのプロパガンダ。まあ、これは悪くって、そしてあの人間の職を奪うとか、あの代わりにするとか、そういう悪いことを言うよりも、やはりあの実際の恩恵を考えるということが重要だと思います。ありがとうございます。おっしゃったことは、まさにこのデジタルな作業の基本的な柱の一つですね。ポールさんいかがでしょう？gdc は真の意味で。今。 我々がどこにいるかそして今までの経緯というものを認識した上でその上に積み上げることが必要です。GDC というのは法制的オープンそして共有されたインターネットですけれどもそれでも全世界の人目の33%がまだ未接続の状態です。そして 66%の接続されている人の中で意味あるインターネットの接続性を受けられていない人は多いですでですからまだまだ我々は接続性それからアクセス可能性そしてコンテンツそしてインターネットの能力という意味ではまだ発展途上ですですから過去20年間の成長の痛みまあ、まあ、でそれに対しては対応できたこのプロセスがまあ 解消しようとしているようなそういう成長の痛みというのは今後も続きますキャパシティとかインフラストラクチャーそして完全性とセキュリティをまあ強化する中で続いていきますですから協力が必要ですなぜインターネットガバナンスの話をまだしているのかとよく聞かれるんですが答えはインターネットがどんどん成長して変わってそして常に新しい課題が生まれているからだと言わざるを得ないわけですで素晴らしいイノベーションが今まで見られてきましたインターネット上 でもこの部屋でもこのプロセスでも素晴らしいイノベーションはありましたですから成長をして続けながらそのようなイノベーションを活用してそれをさらに積み上げていくことが必要ですデッキチェアを入れ替わりとかまあまあそういうことではなくやはりインターネットの恩恵をより多くの人々に緊急に 提供して続けることが重要だと思います。で、今まで素晴らしい作業がなされてきました。それは認めます。ただ、やはり効率性を高めるため、そしてこういった。デジタル課題を解決する喫緊性と、それから非デジタルの課題に対応していく中で、これはバレリさんがおっしゃいました。けれども、やはりその点を認識して歩み続けなければいけないと思います。ありがとうございます。 タンガさんビタンガさんが何か言いたいことがあるんですねはいい,い点をご指摘いただきました100%インターネットのカバレッジが世界中で広まったとしてもそれでも多くの方々はインターネットに接続できませんそれは言葉の問題があるからです AI とか LLM 大規模言語モデルを通じてあのこういった人々が母国語 でインターネットでいろんなことができるようにしなければいけない。それを私は包摂性と呼んでいます。ビタングさんありがとうございます。アンデ、アンリエットさんどうぞ。私はずっとスクリーンを見てて申し訳ないんですけれども、ちょっと接続性の問題が <laughs> 信じられないですけど発生しました。それでオンラインの参加者は申し訳ないです。あなたの質問を見ようとしたらウマールフェルークという方挙手してます。ウマールさん。 どうぞ、あのアンミュートしようとしているので、あのご発言できたらしてください。すみません。また接続が切れました。彼はアンミュートしていただけますか？エンリータさん。で、そしてあの手短に自己紹介をしてで短く。お話しください。 アンリッタさん、マイクをオンにして質問を読んでくださいね。それからテックチームの皆さん、すみません、私の接続が常に断線するので、あの入ってくる人をアンミュート、ミュート解除することができないんです。どうかしてください。どうにかしてください。どうぞ、アンリッタさん。ジョティパンディさんの質問です。質問はどのようなメカニズムでステークホルダーを 参加させたらいいんですか。加盟国が包摂性がない、あるいは加盟各国があのクリティカルボイスと一緒に協力をしたがらないようなコンテクストで。まあ、そういったメカニズムはあるんでしょうかということです。お巡りさんはまだ挙手してるんですが、ごめんなさい。あのミュート解除ができないんです。申し訳ない。では、あの別の質問があるようです。ナイゼルさん。で、実はあの。 私がオープンセグメントを司会する時にあのもっと多くの方がマイクに殺到するかもしれませんのであのナイゼルキャストですカリブ電気通信連合から来ましたこれは政府間組織で20カ国そして地域カリブ海の地域の国々を統括してますで私どもは GDC の開発のプロセスをカリブ 加盟各国のために我々がフォローしている状況ですで我々は大変小さな小島し途上国ですのでですからまあそういった視点というのをこのディスカッションに反映させたいと考えているわけです。で多くのパネリストが今までまあこのプロセスつまり GDC のプロセスさえ知らない人がいるとで包摂性が必要だという話がありました。 世界の三分の1はまだ接続できていないで、そういった方々の多くというのは特に小党首途上国とかその他あの国の方々はそのプロセスについて認識さえしてませんそこで何か特別な努力を果たして彼らを参加させようとしていらっしゃるんでしょうかまあ我これは我々の課題かもしれません IGF で我々はそれについてのフォーラムを確か木曜日に主催する予定なんですがただ GDC を策定する中で果たしてこういったこのような国にリーチするそして彼らのインプットを反映してそしてそれをきちんと考慮するためにどのようなことがされているかという質問です。スステテララささんあの若者の代表でですすねどうぞ自己紹介くださいステラです私は GDC のネッットミッションジアのサブミッションに関係しましまたあの若者というのが将来だと言われているんですけどでも我々はそこにいなければ見らなければいけない多くのユースのイニシアティブを GDC にオープンなコンサルテーションで提案してましたで若者が今後どうやって関与を続けられるか特にリビュープロセスですねすでに私どもの最初のサブミッションをした後のリビュープロセスにどうやって若者が関与できるでしょうか。でエリックさんからどうぞ こんにちは。エリックベルターです。グリシャルマーチィカルから行きました。質問は？あの、ウィシスのプロセスを思い起こしてたんですけれども、あの原住民あの先住民の方々が積極的にこのプロセスに参加されていました。そして、ほとんどの？介護特に先住民コミュニティのためのミーティングはあのカナダ政府が確か、あの主催していたの。よく覚えています。で、このプロセス。 の中で先住民の方々があのどうやって関与しているのか彼らの意見をどう反映するのか特にほとんどの我々先ほどお話があったチャレンジ課題というのは特に彼らに影響を与えているからですありがとうございますまたあオンラインの馬術さんそしてアリートさんそしてフレイリーさん後からでよろしいでしょうか皆さんごあ聞こえますよはいどうぞようやく聞こえます。 ありがとうございますマワープロークと申しますバングラデシュから参加しております私はおそらく最も若いグローバル GDC の中において最も年が若くてそして私の質問ですけれども私は GDC は適切に ポリシーブリーフにおいてコファシリテーターが準備して EC ペーパーもありますけれども GDC はどのようにデジタルデバイドを解決するのか特に子どもたちそして若者 え、デジタルテクノロジー、そして接続性、アクセスのクオリティという点に関しまして、え、彼らがまさに未来だということですから、特にその子供が我々の未来であるわけですから、そのコネクティビティだとか、え、デジタルテクノロジーへのクオリティの高いアクセスというものを必ず達成する必要があると思います。また GDC において、 どのようにプライベートセクターの役割、デジタル社会においてその説明責任を持たせるのか、すなわち権利をどのように保護するのか、子供、いわば若者の権利をどのように保護させるように民間セクターに要請するのか、そういった点に関しまして、えー、質問したいと思っております。おさんありがとうございます。えー で、マイクに関しましては、もう、並んでいらっしゃる方とお会いしたいと思いますけれども、ユニバーサルデジタルライトのライアンスに所属をしております。他の組織と一緒になりまして、我々もコンサルテーション、女性だとか、それからダイバース、大のそのジェンダーの方々に対しまして、えー、通年で、えー、コンル、えーさまざまな取り組みを行っています。で、原則 GDC の原則、 原則というのはオープンでフリーでセキュアなデジタルのミラーということですが、これはフェミニスト、そしてインターセクショナルなアプローチが必要になってくると思います。ジェンダーのジャスト、正義というものもその中に含める必要だと思います。そのために10の原則、これは土曜日に、 作成したものがありましたコピーがありますのでフェミニスト GDC というものがま万人のために貢献するための項目というのを設けていますそして人権だとか人権に関します法律だとか様々な差別を受ける方々を保護するようなそしてジェンダーバイスの暴力だとかに対します保護だとかオンライン上においても 暴力的な抗議が行われておりますそれからまた表現の自由ということ、まあ、こういったものがあ十分には反映されてないように考えましたそれからもう一つの原則に関しましてはインターネットアクセス万人のためにということでそしてまた監視というものを有害なサ,サベーランス監視というものを良くするということそれから環境新しいテクノロジーの環境の影響それからまたデータプライバシー またでアルゴリズムとかにおきましてクオリティバイ・デザインのコンセプトを利用するそして GDC は差別だとかバイアスというものを保護するための対策を取るべきであると、まあ、このようなその原則というのを土曜日にまとめておりますのでさまざまな世界中の国々、えー、からもあるの国からもありましたけれどもジ,ジェンダーの平等そして、えー えー、ということに関しましてもその GDC の中で反映するべきということもありましたのではい、それを反映いただければと思いますけれどもはいありがとうございます今もう一人こちらの方にいらっしゃいますかはい、リスルースさんですかはい、お願いいたしますありがとうございますリーザ・レンボーと申しますリサーチアイシティアフリカに所属をしています二つ提案したいと思います GDC に関しまして こちらはまずアフリカ,フリカのステークホールダーで相談した結果ということになります。まあ、今回は参加されてない人もいますけれども、2つのコンサルテーションに関しまして、マルチステークホルダーリズムですね、これは何でもこれから出てまいりますので、ま,あ、まずその1点があります。それからインターセクショナルであるということ、デジタルの不平等のパラドックス、先ほど話がありましたけれども、これを解決する必要があるという点。そしてまた、我々、 さまざまなセクターにおいて不平等の弱者とな,るなっているわけですけれども我々は、まあ、そのような新しい GDC のプロセスにおいてはそういった弱者のことを考えたものにするべきだと思います。でこれはアクセスだけの問題ではありませんアクセスのクオリティもそうです。テククノロジーにアクセスし 知っている方々これは前ェによってもそのまた地域によっても違いますし、まあ、経済的な問題によってもその差異というものが生まれています違いというものが生まれておりますそこでソリューションを設ける必要がありますデータに関しましてもそうですデータアクセスだとかデータの測定だとかまたデジタル不平等のパラドックスそのものもそうですけれどもそれを解決する必要がありますそれからもう一つ 依依存性性とといいうう話もあありりままししたたののアフリカに関しまして我々がどのように自分たちのデータにアクセスをするのか単にデータを提供するだけではなくて実際にどれか我々がどのようにデータにアクセスするのかそしてまたテクノロジーを利用する時に えー、我々がそのデータだけ、データを提供するだけで、えー、そのデータにアクセスできない、利用できないということにならないように、そのうちデータへのアクセスということ、そのデジタルの不平等という、そのパラドックスというところを解消する必要があると思います。ありがとうございます。アリーサです。私は、オランダ政府に所属されまして、マックのメンバーでもあります。ポリフ・ブリーフの中にも大変重要なトピックがカバーされています。 本日は京都でこのようなデスカッシを行っているわけですけれども実際にこのビルの中で京都議定書が交渉されました初めて国際的な合意がなされた議定書で持続可能性持続可能なその環境に関します議定書が生まれたわけです今現在インターネットが広がることでエネルギーの消費が増えておりますもちろん接続性を 改善する必要はありますけれどもでそのポリシーブリティというのは一つの項目において環境の持続可能性に関しまして言及していますこれはバイデザインと書いていますそしてデジタルの持続可能性のスタンダードを満たすことでこの惑星を保護するというふうに書いていますでもエネルギーの消費のことに関しましては触れていませんインターネットの使用によりますエネルギー消費の拡大です こういったトピックに我々は目を向ける必要があると思いますし我々が持続可能な惑星というものを維持していくためにはエネルギーの消費を減らす必要がありますインターネットで利用されますですねインターネットの消費に関しましても目を向ける必要がありますではあとお二人でしょうかアレシャンダー・コストパー・バーザーと申します私はブラジルのテクノロジーセクターのコーディネーターを行っております 3万人の方々のグループになりますけれども我々は教育デジタル正しいだとかデジタルテクノロジーに関しまして公立学校での教育を提供しています。Wi スポットをインストールし貧しい地域においてそして教育を提供しているわけです我々自身そのプラットフォームというものを開発していますそして民主的な方法で行っています協力的な形でプラットフォームのガバナンスを行っていますそして実際に収入もそこから生まれてきていますまあ、そのようなことがデジタルテクノロジーの包摂性というところに関係していると思いますでは質問ですけれども 忘れさせていることがあると思います。AGF のアジェンタにもありません。これはレイバーのトピックです。労働者のトピックになります。まあこれはポリシーブリーフの中にも書いてますけれども、まあこれをどのように、えー、取り込むのかという点です。そのプロセス、そして将来に関しまして、SDGs の８これは経済だけではなくて、えー、ディーセントワーク。うん という点ですね。これは、えー、労働組合等も含めた取り組みが必要になると思いますので、そういった点にも目を向けていただければと思います。では、最後、お願いいたします。ジェネッタさんもマイクは一応もう、えー、閉じたつもりだったんですけれども、では最後、メリン・セリムと申します。アラブの機関の事務局長をしております。皆様、ありがとうございます。コメントになります。 特に何かの視点だとかまあ、質問ということではありませんコメントです私のその視点ですけれども一つゴールとして、えー、GDC の目,的目標の一つは安全なデジタルの環境を万人に提供するということですその中には子どもを含めるべきだと早い、えー、年齢からですねすなわち 電子的なブラックメールだとかプライバシーの侵害、えー、ということにから子どもを守るということが重要ですなので市民社会の組織としましてはこの問題に貢献したいと思っています我々のアカデミックメンバーのイニシアティブがありましてカリキュラムサイバーセキュリティデジタルセキュリティに関しますカリキュラムというものを作成していますそして安全なデジタルの環境に関しましてこのカリキュラムを使って デジタルの安全性サイバーセキュリティということでパートターンに対しての質問はありますかあいやああのあくまでもコメントです我々のカリキュラムを提供したいと思っていますサイバーセキュリティに関しますまた子どもたちのデジタルの安全性に関しますカリキュラムを持っていますこれをあの GDC の一つの目標の一つにしていただけないかという点ですこのようなアイデアがあります このカリクラムにおいてはビジュアル化したいような形で教材を提供できますしこのカリクラもぜひ利用いただきたいと思いますありがとうございました皆さんマイクに立ったらパネリストに対する質問を聞いてくださいもっと質問を受け付けられなくて申し訳ないんですがあの実はパネリストがあのそれに答えてそして最後の セッションのセグメントに入る時間ないかもしれません最後のセグメントでは将来ですつまり GDC のプロセスが終わった後のことですねそこでぜひ今までの質問に、まあ、コンテンツについての質問にまず答えてくださいで一つ私の方からも質問を追加していいですかというのは我々は GDC のコンテンツ中身をかなり精査してきたんですけども一 方で、oh, 未来のサミットの中身についてはちゃんと精査できているんでしょうかそこにギャップがあるんではないでしょうかデジタル関係のコミュニティは単に GDC だけではなくてそれ以外のサミットサミットフフューチャー例えばグローバルアジェンダーフォアピースとかにも十分に関心を持っているかどうかということを質問したいと思いますディーバゾースさんどうぞアマンディープさん GDC のプロセスが終わった後 まあレビューメカニズムをどうしたらいいんでしょうか、まあ、そこにどうやってイノベーションが必要ですかそれから先ほどの質問に対してても答えてください、まあ、たくさんの質問を受け付けましたねですから全て答えるのは時間がかかりますがあの質問をちょっとグループ分けします。つつに分けます1つは具体的な まあインタレストグループ、例えば子ども利害関係グループですね、それから小東し途上国ですね。で、この指摘された点はよく理解しました、多くの関与はそういったチームに基づいてます。例えば若者は、事務次長と一緒に協力をしながら、 まあ、おまーさんはあの若者の GDC のディープダイブへの,あの参加をよく表していますけれどもそういった協力があります。それからサステナビリティ、えー、持続可能性とこのアジェンダですけれどもあのテーマ別の一首の一番最後のところになぜこういったテーマというのがあの横断的な戦略的なテーマかということをきちんと説明しています。でエマさん土曜日あの一緒ににセッションにいた そしてジェンダーをデジタルの問題にメインストリーミング主流化することが事務総長にとっていかに重要かという話をしました。GDC のプロセスだけではなくてその周り周辺の動きも見るべきです。今年の 女性 CSWS つまり女性のステータについての委員会というのはやはりチームはデジタルとテクノロジーについてがテーマで非常にエキサイティングで我々はかなり貢献することができましたですからこれが GDC のプロセスにかなり今後関与してくると思います。次にまあ将来 に向けてですがこれも一部の質問の中には含まれていましたプロセス関連の質問にですねでこのパネルのタイトルは GDC とそれ以降これはとてもいいと思います。GDC をどうやって前に進めていくのかを話さなきゃいけません生態系エコシステムは。 には野心的な成果が必要ですで次のレベルに行った時に、まあ、それがそのレベルから2を維持できるようにそしてマウチステークホルダーの形でフォローアップができるかということを考えなきゃいけない。で事務総長はそれについていくつかポリシーブリーフの中で指摘してます。でこれは競技ディスカッションなどをの 協議が開催した時にこの材料となると思うんですけれども事務総長が昨日の発言の中でおっしゃったことはやはりよりよく取りまとめをしなきゃいけないとつまりまた再ロに後戻りすることは許されないということをおっしゃいましたまたアカウンタビリティ説明責任この言葉が質問者の1人がおっしゃいましたが政府それから民間セクターのアカウンタビリティですね説明責任つまり 我々が求めてデジタル将来についてのアカウンタビリティですでこの協議はとても面白いしエキサイティングだと思いますがただちょっとチャレンジンですというのはこのプログラムでは,にはりいろいろな問題を絡んでいるかもしれませんでそれについても復元されたんですけれども、でもインターネットはどんどんと成長しているユーザーベースも成長しているシフトしているデータの流れもそうです 例えば世界中のデータの流れも増えてるしそしてプレイヤーも増えていますほとんどのデータの流れというのは西欧あるいは北米以外のコンテクストで最近どんどんと爆発的に伸びてます。システムはこういった課題チャレンジにどうやって対応していくのか AI の導入その後アンビエントコンピューティングが導入されるでこれはとても興味深いと思います。アアジャイルなフフレレーーーーームムワワククあるいはアップデートされたフレームワーク でそれに対応しなきゃいけないわけです。ウシシスプラス20はが次の機会となります。つまりエコシステムがきちんとあの課題についていけるようにするであの。 世界中からもう既存のこのフォーラムなどに参加を表明しています。ただそれは意味ある参加でなければいけないんです。政府と民間セクターがあのやはりいろいろなステークホルダー、テイクコミュニティなどあるいはガチグチ会、そして研究者などと一緒に協力をしながらあの課題にあのリアルタイムで課題に対応していくことが重要です。ありがとうございます。 かなり時間をばしましたけれども、本当にたくさんの質問がありました。で、やはり、あの時間は厳守してくださいね。バレリアさん、どうですか。ついてますか。では、短くしますね。フォローアップについて、あの、その。人権、の検証、それから国際。 バナンス社会、経済、権利について、まあ、これがステークホルダーのコミットメントをオープン、自由、そしてセキュアなデジタル未来について規定したことで重要だと思います。つまり、既存のプロセスに例えば普遍的なピリオディックリビューとか、持続可能な開発目標とか、リポーティングシステムとか、あるいはリビュー WSIS のアクションラインのリビューとか、実施などのプロセス、そして既存の方法、あの 例えばアニネスコインターネットインフラストラクチンディケーターとか、それからこういったものはあのサミットアットフューチャーのトラックにも関連されています。いずれもデジタルコンポーネントが含まれているので、こういった文書も参考することがします。グローバルデジタルインパクトは実施されるためには資金メカニズムが必要です。そしてデジタルのインフラストラクチャーの,あの開発のコミット、それからすべての国が規制立法化によってまあこれを環境を作りしなきゃいけません。それから国際的なき 金融機関などが全ての今までいろいろな人々から応用されたそれは自然から搾取されたそれ データについて保証を払うことが必要ですで先ほどあの誰かからも話がありましたけれどもあの先住民もそうですそれからあのグローバルそして国際的なあのファイナンスのための税金の導入が必要ですつまりあのグローバルデジタルコンパクトを実施するためにそれが必要だと思いますそれから最後に IGF は今後も継続しなければいけない強化しなければいけないえそして我々のマンデート付託実行もさらに拡大してグローバルデジタルの協力を運用化するだけでなくあのば リバっていうそれから意思決定のプロセスなどの橋渡ししてそしてマルチステークホールドエンゲージメントの中心的な役割を果たし続けることが必要だと思いますラオールさんどうぞありがとうございますグローバルリーダーコンパクトそして未来のサミット について政府はやはり新しい官僚主義を作らないように。あの注意しなきゃいけないと思います。つまりあの開発途上国の参加。あ例えば難しくならないようにしなければいけないんですね。あのやはり小さな国国というのは。あのグローバルアンスケープ。あの特にカリビや諸国などはあのなかなか参加が難しいと。そして他のステークホルダーも力とか資源がないので。複数のプロセスに同時に参加できないというところもあります ですからそういった意味でも IGF というのはやはり GDC とアライメントが高いので IGF も強化しなければいけません。IGF が今後も あのやはり課題がどんどん進化する中で進化を続けなきゃいけないただあのこれは非常にいい場ですすべての人にとって役に立つ協議体でしたで国連も当然このより多くの政府がマルチステークホルダーのメカニズムに参加するよう促す役割を持っていますいう国連という組織はもちろん最高の位置づけにそのためにはあるわけですですから 政府をコンフォートゾーンから押し出さなきゃいけません追い出さなきゃいけません最終的には政府間の意思決定が必要になるわけで政府の意思決定も政府間でしなければいけないですから彼らを支援してそしてさらに政府間のコントロールといいますか監視監督 デジタルガバナンスに対して及ぼせるように支援がしなきゃいけないと思うんです。あの、やはりあのただ政府よりもやはりマルチステークホルダーが必要です。あの、そして課題というのは本当に付加価しているので、今の課題を解消するためには全てのステークホルダーがフルに参加することが必要だと思います。ですから、我々はここにいなければいけない。存在しなきゃいけない。つまり、このプロセスに参加することが必要であり、そして全てのステークホルダーがさらに参加すること。 で政府をそのコンフォートゾーンからあの追い出すということが必要だと思いますありがとうございますビタンゲス大使はい、えー、修練的な考え方かもしれませんが我々未来のインターネットに関します宣言というものがありますがそちらの方にも同じような、まあ、問題が取り上げられております自由そして あらゆる個人、そして人,の権、えー、人権を守る。もし我々がこのようなその執念を見ることができれば、よりその広く見ることができれば、これまで出てきた質問に対しましても回答できると思います。ありがとうございます、大使。ではポールさんお願いいたします。ありがとうございます。たくさんの質問がありました。 法摂性について、ほとんどの質問は法摂性に関するものだったと思います。特に、マージナライズされた人々、コミュニティ、えー、同所得国だとか、えー、子供、若者の話もありました。また、インターネットの法性の話もありました。インターネットガバナンスの法摂性。そして、GDC のプロセスの話もありました。まあ、たくさんの法摂に関します質問がありました。そこで、 そのしし質問ですが、まあ、我々ができる質問としてはこの会合においてですね直接的にこういった問題に関係している方々このモデル IGF のそのモデルにおいて今回のこの質問に対して回答するとすればこの包摂性ということに関しましては今現在 このような議論をやっているということ、それからまたこの20年間やってきた議論というものがまさに補正性ということであって、そのような枠組み、そして場というものを提供してきたわけです。なので、その GDC のフォローアップ、レビューにおいても、我々が IGF で行ってきたような補正性のある議論の場というものを提供するということだと思います。なので、マルチスティックオーダーのコミュニティが、 IGF にはあってそれをさらに強化するということ、えーまあ、こういったこともこれまでやってまいりましたけどもさらに強,強化するということそれからまたアンリエットがおっしゃったように IGF の機会その役割というものをさらに改善する、えー、そうすることでこの部屋のポテンシャル可能性というものを最大化する。 こちらに休ませらっしゃる皆様のこのコミュニティのパワーというものを最大化するとまそういった形で私は将来が展開するということを期待したいと思います本当にこの GDC に関しましても i j f で行ってきたようなこのようなプロセスというものをさらに強化することができればと思っておりますポールさんありがとうございますあと時間としましては3名の方々会場の方々 またはオンラインでご参加の方々3名ぐらいから発言が可能だと思いますがジャネットさんお願いいたしますアンリーダーさん私少しあの接続があ途切れましたので確認をしたいんですけれどもオンラインの方はでは質問を読んでもらえますかオンラインの質問をはいジャネット・ホフマンです インターネットポリティックスの教授をしておりますドイツのベルリンによりますたくさんの問題のお話ですが、まあ、これまでディスカッションしたものはどちらかといいますと IGF ですでにカバーしているような問題点だと思いますなのでポールさんがおっしゃったあその通りだと思いますどのようにこの IGF というものを強化していくのかその GDC、えー、とそれから IGF のつながりを持たせるということですインターネットのの分断の話もたくさんしておりますが この分担というものをインターネットカバナンスに関します分担というところも注意する必要があると思いますありがとうございますジャンルトさんではあ今並んでいらっしゃる方だけにしたいと思いますけれどもまず自己紹介からお願いしますポンスレートと申しますザンビアの NRI か,から参りましたえパネルの 意見を聞きたいんですけれども、ギャンビアで GDC のコンサルテーションプロセスを行いました、その中でわれわれはあらゆるステークホルダー、政府を行って、そしてサーブミッションが起こったわけですけれども、そのプロセスに関しましては、どのように思われますか、このプロセスにはもちろんその政府からの入力というのも必要だと思いますけれども、はい、ありがとうございます。ラウラ・ペレラと申します、ユース・デリケート、ブラジルにから参りました。 質問ですが先ほどパネルからもその反省の,反省の声がありましたけれどもどのようにマルチステークホルダーリズムというものをマルチラテラルのプロセスに持ち込んでくるのかパブリックコンサルテーションに関しましてもそうですインターネットガバナンスの,このコミュニティにおいてもこれを理論化してそして理論,理論からその実践へと 落ととし込んでいいく必要があると思いますそこで我々はユース GDC のモデルその IGF のこの機械というものを利用してですねスタンダードをアップデートしてユースはマルチステークホルダーの中で若者を含めるということにおいてスタンダードをアップデートするということはどうでしょうか。 そうすることでプロセスというものに関しましてそのマルチステークオールダーというものを実際のマルチステークオールダーにするということこれは IGF のそのアジェンダに関して全てに対してということですけれどもはいありがとうございますチャットゲリシラと申します APC に所属しております質問ですアマンディープさん2点ありますシナリオ GTC が失敗するシナリオどのように思われますかそれからもう1つは 成功です。GDC が成功したらどういったことになりますでしょうか。具体的な質問ありがとうございます。アマリートさん、お願いいたします。オンラインオンラインのコメントですね。はい、ビ、え、ブ、ー、ンジックさんです。ラウルさんに質問です。我々新しい官僚、えー、は必要ではない。新たなデジタルコーポレーションのフォーラムは必要ではない。IGF がもうすでにあるということ。そして IGF のそのマンデートというものをアップデートしてそのプロセスを強化することができるというこれは GDC のプロセスの中でも同じことが言えると思いますということでしたはいありがとうございますでは男性の方お願いいたします手短にお願いいたしますはいありがとうございます我々はコンテンツに関しまして グロ,ーバルコングローバルデジタルコンパクトのコンテンツその中でパートナーシップの話がありますけれども説明責任のメカニズムはどうなってますでしょうか例えば何らかの法法,法律を設けるだとか実際に実行する段階になった時に開発途上国がまずはそのキャパシティというものを開発することで このコンパクトというものを実行するようにできるようにする必要があると思いますなのでそれに対します責任だとか説明責任というところをどのように考えていらっしゃいますでしょうかありがとうございます手短にはい、大変重要な点だと思います時間の関係もありますので最後の皆様からのメッセージにしたいと思いますけれども皆様も 1, 1分で手短にまとめていただければと思いますこれまでの議論 そして最高質問がいくつかありますけれどもままずポールさんお願いいたします先ほど言いましたように、えーえー、それコロナにおいてもそのインターネットというものはノーベル賞級の役割を果たしましたそしてバレリアさんがおっしゃったように、えー、その人類、えー、の,その危機としてコロナのような問題があってこれはインターネットだけではありませんけれどもデジタルキャパシティを使ってまたそれからメリカルサイエンスなんかも使ってですね、えー <laughs> 国際的に対応したわけですそれ以外にデジタル以外の問題課題に関しまして人類の存亡に関わるような問題というものもありますそのようなデジタル以外の課題 に対応すする必要がありますデジタルの課題だけではなくてそのデジタルの課題をデジタル以外の課題とつなげて考える必要がありますそしてこちらの会場でイノベーションとそして世界でイノベーションというのを起こし非デジタルの課題に対応していくということが我々の地球で求められていいいいまますすビットタンンクさんお願いいたしし、はい、は今チャンスを手にしていると思います。 指針というものを政府向けにまた政策決定者向けにそれ以外のステークオーダー向けに策定するということまさにこの今ですねそれを実行する必要があると思いますというのは我々はこの重要性ということを認識していますインターネットの重要性そしてより包摂的な未来をつけるイノベーションを可能にするような 未来そのためにはこのような問題に対応させるその機会というのを手にしているわけです。まあ、この議論の場というものを最大限利用するべきだと思います。私もともと政策立案者だったわけですがでステークホルダーとそれから市民社会へともディスカッションしたことがあります。まあ、それははうままくいきました政府のほとんどは 市民社会と関与をしませんその議論においてですが我々お互いに学べることはたくさんあると思っておりますありがとうございますラオルさんどうぞありがとうございますどのステークホルダーも大きな責任をこの時代持っていると思いますこのトピックについてもそして政府も大きな責任をイノベーションを加速化するわけでそして で環境づくりですね新しいより包摂的でそして格差のない開発モデルを作る上での環境づくりの責任ありますそしてテクノロジーがポジティブな形で全ての人の生活に前向きな影響を与えられるよう道づくりも彼らの役割ですですから今回のディスカッションの中でさらにそれを強化することができると思いますプロセスについては より多くの参加の機会をすべてのステークホルダーに提供しなきゃいけない、あとは未来のサミットについても、それからグローバルデジタルコンパクト、両方への参加を拡大することが必要です。で、これについて皆様おっしゃったことは IGF を強化して、そして IGF をこういった課題、対応のための中核的な存在として、その GDC 採択後も続けなければいけないという話でした。どううぞバレリーさんありがとうございます 今のあの秩序の不正義は皆様知っています。そしてまあ診断はもう出ているので我々はまあ数人の人たちが政治をあの牛耳ることによって。 であのビッグテックを我々が声を上げて批判できないという状況を変えなきゃいけないコミットメントが必要ですそして加盟国もそれなりの仕事をしなきゃいけないグローバルデジタルガバナンスこの中にはガバナンスのためのグローバルなレジームがやはり公平性そして公正さのためのルールを作わなきゃいけないで全ての人がこのデジタル化からメリットを得るようにしなきゃいけないんです。でそこういいいった恩恵がきちんと分配されて全ての人に尊厳いい生活を 与えなきゃいけない。それからどんなこのグローバルデジタルコンパクトの中で決定された制度というのは、やはりま今のあの不正な秩序を強化するために使われてはいけないんです。必要なのはフェミニストで持続可能で、そして変革的なビジョンです。あの我々の本当にオープンで自由でセ積極的ないデジタル未来のためのそのような制度が必要です。アマンディープさん、どうぞ最後に締めになりますね。ありがとうございます。最後の点。 誰かがアカウントビリティ説明責任ということをおっしゃいましたこれはいいと思います今の課題を見れた見たらより多くの人のより多くのあのアクションが必要になりますこれは全員注目が一致するところだと思います今のレベルのアクション今のレベルの対応は十分ではないんですですからこれをさらに一段階引き上げなければいけませんそれからアカウントビリティ説明責任も重要ですあのガバナンスという意味では公正さはありますつまり ガバナンスのディスカッションへの参入障壁というのは下がっています。で、ラウールさんが先ほど小さなあの小国のデレゲーション取りまと言いましたけれども、160カ国。 は、あのフォーラムからフォーラムへとあのそして移って、そしてデジタルについての政府全体のあの視点が何かということを初めて知るということはあってない。いけないんです。ですから、デジタルトランスフォーメーションに対するエージェンシーつまり、行為主体性というのが必要です。で、実際にあのこういったデジタルな意思について、複数のフォーラムで活動活動できるような機関というのは少ないと思います。ですから、もうすでに分断が始まっています。そうではなくてギャップ。 埋める事務総長のポリシーグリフであのやはり誤情報偽情報についてのギャップそれから 人権の説明責任のギャップそれから AI ガバナンスの課題などについてそういったマルーがあるという話がありましたそれから IGF のリーダーシップパネルなどの機関で IGF を強化してそういったギャップを埋める作業が行われていますまさにそれが必要なんですあと数秒いいですか成功と失敗の質問がありましたもう一文でいいです失敗は 我々がこのサミットオブザフューチャー未来のサミットの機会を使って野心のレベルを引き上げる、活動のレベルを引き上げる、そしてあのガバナンスのレベルを引き上げなかったらそれは失敗です。成功はその逆です。アマンディープさんありがとうございました。このコミュニティはまさにそのチャレンジに立ち向かおうとしていると思います。ありがとうございます。あの皆様のまあ脳を いろいろと活動させましたあのそしてオーディエンスの皆様もオンラインで参加されている方本当にありがとうございますアリエットさんあの指名の言葉の時間ないんですけれどもプロセスについては我々はやはり傲慢さは捨てなきゃいけないと思いますガバナンスを改善する余地はありますそして説明責任を強化する余地もまだ残っていますマルチステークホルダーのプロセスの中でもそしてマルチラテラルでも必要ですしそれから協力も重要ですそれぞれの愛 間のそしてそれぞれのそしてそれぞれの間の協力も必要です。ですから進化と協力を一緒にしていきましょう。あそれからあの GDC はあのまあやはりインターネットの 開発成長ガバナンスのその具体的なところじゃなくてそれがガバナンスとどう関係してるかというところを見ていけないで、それが SDG とのつながりで重要になってくると思いますこれはあの簡単ではないですけれども IGF というのはそれのとても重要な部分だと思いますそれからフォローアップについては WISIS のアウトカムドキュメントが出てきた Enabling Environment という言葉がありますそれを可能にする環境です WISIS のドキュメントの中では政府というのはまさにこの Enabling Environment 人間中心の会社とか人権の環境づくりをすることが重要だと言っているんですね政府はでこれを念頭に置かなきゃいけないと思いますつまり我々が具体的に GDFC で、えー、の話しているトピックだけではなくて今の あのチャレンジだけではなく今後出てくる課題に対する環境づくりをするということが非常に重要だと思います。ということで非常に素晴らしいインプットありがとうございました素晴らしいパネルでしたでオンラインの参加者の方十分時間が足りなくて申し訳ございませんそれからこれを運営組織してくださったマグにも御礼申し上げます。ありがとうございました